こんにちはです。今回はですねキューベースを使ってギターを打ち込む時に、えー、必須になるその作業そのギャップの調整ですね音と音の間の間隔の調整をこれを一発でやるマクロを作りましたので,です、ね、それを紹介しますであとはおまけに、えーまあ、同じくそのギターを打ち込む時に、あのー、すごくあの活躍できるあのロジカルプリセットを一つ作りましたのでそれも合わせて紹介します。 とということでそのギャップなんですけれどもまあとりあえずねあのフレーズまあこう参考に、えーまあ、例としてねちょっと一つ作りましたこんな感じの。 こんな感じのを作りましたでまあたいこれリ,、まあ、リアルタイムで打ち込んだだけの今何もしてない状態素の状態なんですけどもまあたいこんな感じになりますよね。あのこうちょっとこう重なる部分もあったりこの隙間がギャップがねあのこうまちまちだったりみたいな感じになりますよねこれをピあのもうバツッとこう全部揃えてあのやると。でまあとりあえず作ったやつを実行してみるとこういう結果になります。揃えましたよねちょっとこれ これまあ今こう,こうぐちゃぐちゃな状態ですけれどもこれをこうやってまあ均等にこうギャップはこうみんな同じになってますよね。あのこれをえこういう結果をこう今一瞬でねマクロで実行できるとうようにしました。でこれはね あのピック引きなんですね。で、まあ、例えば指弾きだともうちょっとこうギャップ開くので。で、ギャップのについての話なんですけれども、あの別のもう、あの、かなり前にあの、もう取り上げてあるので、あの、ちょっと興味ある方ね、そっちも見てみてください。この動画の概要欄のところにですね、あの、リンク貼っておきますのでね、そっちも、あの、見てみてください。ということで、えー、まあ何をやってるか、その、えー、キープロジェクトじゃない、えー、キーボードショートカットをね、えー、見てみます。マクロ。 えー、こここれなんですけれどもあの <coughs> 指引きギターフィンガーとギターピックっていうのを2つ作ってあるんですけどねこれ指引きの場合とピック引きの場合に分けてありますでどっちもほとんどやってることは同じですでまずオーバーラップを解消ポリですねでこれでオーバーラップ解消するとでオーバーラップ解消してからの、えー、レガートあそう忘れてたでこれ実行する前にあのこれオーバーラップのね値はこれゼロティックにしておいてください でこれレガートででけますで、えー、で最後にあのロジカルプリセットでそのレングスのマイナス3 0ミリ秒これ指引きの場合です。であのピック引きの場合はここはね1 5ミリ秒にしてあります。 いう感じで今、ちょっと説明の便宜上、パッパッパッとこうやんなきゃいけないので、これで今、さらにここの、で、あの、こう、ショートカット割り当ててますけど、これこんなことやったら多分切りがなくなってくると思うのでね、将来的にね、僕まだこれ使い始めたばっかりでそんなにないので、まあ、まだキリショートカット空いてますけれども、まあ、だから、こう、まあ、多分将来的にはここでもう、 例えばギターを打ち込む時はあのこれを使おうみたいな、ね、こんなプリセットで、えー、そのキー配置とかね、まあ、になるんじゃないかなと思うんですけれどもね、まあ、とりあえず今は便宜上こんな感じで当てはめてます。で,でそのロジカルプリセットの方なんですけれども。 えーまあ、例えば1 5リ秒ピック引きの方を見てみるとあの選択したところだけに適応効果を出,す出させるので、えー、これタイプ等しいノートと。で実行対象なんですけれどもこれ長さですね長さレングス操作は引くでパラメータここねあの15でパラメータの2は秒ですつまり1 5ミリ秒ってことですね1 5ミリ秒。 で、えー、これ変換ですね、うん。で、やってます。で、これ、自己ずっとできると。<laughs> で、その3つの組み合わせですね。オーバーラップ解消、ポリ。で、レガート。これ、0にしておいてね。レガート。えー、で、最後に今、ロジカルプリゼットで15ミリ秒を探そうからラララ開けると。えー、いう流れになって、パッと一発でできるように、こういうね、まあ、打ち込んだだけの、こう、荒々しいデータがですね。 あ,あそうだまあ、ちょっと今分かりにくくなるかなちょっとあのバ,バツッとクオンタイトかけましょうかうん100%今100%で、ね、これは今,今かけましたで実行するとこんな感じで、まあ綺麗にそってますよねこうあのレング数が11と3十1と291と3十1と3十2 9これ15ミリ秒なんですよ今このテンポでやっあの15ミリ秒開けるとまあこう,こういうティック数ではまあこうなるってことですねで まあ30の方だと1と20、1と19、と20と19ばっかりになってきますよね。まあこんな感じになると。えー、いう感じです。であこれやれば、だいぶ作業が、まあうん、あの、まあ、効率化できるんじゃないかなと。思います。ということで、ちょっと効率化をさらにまあ測ろうという、その測れるあのロジカルプリセットを一つ、まあおまけでね、紹介します。えー、これね。 さギターの使うやつを打ち込んだ時でこれって1弦だけを使ってのフレーズなんですよを想定してるのねあう <laughs> 違う違うこれでもこれだけど何もその弦指定してないで音だけ打ち込んでると大体こうなるじゃないですか2弦使ったり3弦使ったりとかねまあ今こうフレットはこの辺になってますけどこの辺で123弦使ってあのや,やっちゃってますけどね これは本当は1弦だけを使ったフレーズなので全部1弦で弾いてもらいたいんですよこれがねあの下のい、e、いですねかいい1弦の開放弦の音なんですよで、ポンポンポンとこう上を押さえてポンポンポンとタップするような感じでね押さえていくようなギターにはありがちなフレーズ運指なんですけれどもでこれを全部1弦でやらせたいときにキースイッチ でそまあ通常だと、まあ、こうやってまあ何となそのコピーしてまあこれねあのアンプルサウンドの AGT という4弦は1弦の指定がこの C1 なんですよで C1 からどんどん、えー、B0B0A0 って下っていくことに2弦3弦4弦5弦6弦っていうふうになってるんですけれどもキースイッチの配置がね。でまあ、こうやって でまあちょっとそれね音よりも前にノートよりも前にその情報を減してはないといけないのでこれあのこれやりますよねでまあこの場合例えば一個一個指定していかなきゃいけないのでまあなんか,こう,かこうコピーとかこうしなきゃいけないわけですよねでまあこんなのいちいちやってらんないのであの,あのあ、まあ、こんな感じでさ <laughs> ずらしてみたいな。でこんなことをやって、えー、こんな感じかみたいな。でちょっと長いぞみんなみたいな感じでこ,うあのこんなことをですね手でやってるとですねこっちのマウスの方も疲れるし目も疲れるし時間もかかるし本当はバカみたいなんですよ。でこれあのでこれをねまあちょっとあ,のあんまり右機能がねないやつとかだとやらざるを得なくなってきちゃうっていうね時があってまあプロツースとか <laughs> ですけどでこれをさすがに9秒 ペースーではそんなことしなくてもいいと、えー、いう感じでこれを一発でやってしまおうというロジカルプリセットがこれです。ほいできました。ほら <laughs> もうすぐ簡単でしょ <laughs> これだから音一日も全部してこうしていってっていうことがこうできると。うんでこれで こんな感じで全部一弦だけを使って演奏するね、うん本来やりたかった演奏がこれでやっとできるようになるんですよ、えー、でこれ何をやってるか、えー、そのロジカルプリ、えー、ロジカルエディターを、えー、見ると <coughs>、えー、同じくあの選択した音だけに適用するので ようにしたいあのしたいので、んなん感じでいいかな。えー、これねまずそのまあタイプで等しいノートでこれはいいですよね。であの実行対象なんですけどこれね命令が三段になってます。でまず一段目なんですけれどもこれ値一値一です。でその値一の操作のところは値を固定ですねこれね値を固定。でパラメータ一がこう C 一。 あのこの音源 AGT は C1 がねさっきも言いましたけど C1 が一弦の指定なので C1 にしてあるだけですこれ、ね <laughs> あの。だから使ってる音源によってその辺変わってくるはずだから、えー、なんだまあまあおおむね自分の使ってる音源だったらこれ下えっ、ー、とまあ下側にね低い音あのピッチの方この C1 とか C0 とかまあこっちの方に。 だいたいたそのキースイッチ減してるのがあるんだっていう場合はそっちの方にして、まあ、高い上の方にね C6 とかそっちの方にある音源を使う時だったらこれまあ変えて、ねあのーまあ、例えばたいこの C6 でいいやみたいな感じでもいいですねまあ分か最初からばっちり分かってればですね、まあ、もう特典そこ指定してっていう感じであの適宜やその使う音源に対してあの変えてくださいで、えー、次2段目なんですけどこれ長さですね 実行対象長さで、えー、操作は値を固定値を固定ですねでこれあの100ミリ秒にしてありますパラメータ1や100であのパラメータ2はあのティックですねだからこれ100ティックの長さに揃えますとキースイッチのところのノートは 100ティックに揃えますこ,れ、ね、この辺あの打ち込みのポリシーがあると思うのでいつも自分のはキースイッチの命令のノートはこの長さにしてるんだっていうのがあると思いますね。これも適宜変えてください自分のお好きなように。でこれ3行目なんですけれどもそのコピペストして長さも変えたやつをちょっと前にずらさなきゃいけないよねだからそれをずらすためのコマンドですでポジションで引く操作は引くですねでこれここまで、ね、仮に40にしてあります40ティック。 パラメータ pbq でですすねテティックで40ティッックク40にしてありますこの辺もそういう命令は何ティック前に持つとかあと音源によってそのティック数があんまり詰めてるとはうまく反応しないといかあるんですよだからちょっともっと前に、えー、あのー、やっときゃやけないといけないとかいうのもまあありますから、うん、その辺もちょっとまあ具合を見てねあとフレーズでちょっとこう音が詰まってたりするとあのー、あんまり前にやりすぎたら前の音に。 ななんかかかか反反応応ししちゃっったたととうまく反応しなかったとかね逆にね。とかいうことも起きえますのであのその辺はちょっとこう見てあのまあこれも適宜変えるという感じでこういうロジカルエディターでプリセットを一つ作ってみました。興味ある方はねまあちょっとこれあのそのままとりあえず作ってみてまあ自分に使いやすいようにちょっとこの辺のパラメータの値を変えてください。そして大事なことを忘れてました。でここ挿入です。ここ挿入ね。 最後これ大事ですねこれあのデフォルトだと変換になってますけれどもここ挿入に変えてくださいでこれであのつまりコピーペーストの状態になる選択した男のねノートをコピーペーストするよっていうねあのことになりますのでここ挿入にしてください、うん、危ない大事なことを言い忘れてましたね、うんえー、これでこれはこれは本当ににかなりあの時間短縮になりますギターの打ち込みの作業にね なりますので、本当にこれはおすすめです。まだ作ってないよ。という方はですね。あの是非あの作ってあのこうどんど活用していってください。で、これこれなんですけれども、あのー。まあ、その原指定とかにまあ、限らず、他のことにも結構応用が効くと、そのノート音情報を。 えー、ノートオン情報を軸にそこに何か別のものを置き,置きたいキースイッチを押す音符を置きたいとか、えーまあ、あの別のコントロール情報を置きたいとかノートオフの状況情報のところに置きたいとか、ね、例えばねあの,こあの,こんあのまあまあこれもギターの話になっちゃうんですけどもあのストロークがそのオートのストロークだとうまくいかない場合ってあるんですよどうしても。 必ずしも白頭がダウンで裏があのアップとになるとは限らないのでギターの演奏でねちょっとこうトゥとかこういうか細かく上ですね技挟んだりとかするとまたそのちあの変わるしその音がどうしてもそこはダウンの音が欲しいとかいう場合はそのダウンにしたりとかねその逆にアップにしたりとか、えー、そういう変更もあるので必ずしも表と裏でこうなんかこうダウンアップに対応するわけじゃないのでもうそうなるとあの。 ギターの音源についてるオートの,あのストロークではもう対応できないんですよね。だからそういう時に一個一個挟んでやんなきゃいけない。アップストロークの指令とかキースイッチとかね、こういう指定してやんなきゃいけないんで、まあそういう時にもまあ使えるので、まあそ,あのそういうのを活用してみてください。うん。まあこのノートオン情報を軸に何かするとか、ノートオフ情報を何かするっていうのは、いろんなところ活用できるのでですね、あの、まあこういう。 ある程度このミディの編集の機能がある DAW を使う場合だったらですねあのこうちょっとこういろいろこういろいろ工夫してみればねですねかなり作業効率化できますから、えー、まあどんどん作っていくことをねお勧めしますとまだたかが10時間ぐらいしか使ってない僕が言ってみます <laughs> みたいな感じで <laughs> えまあそんな感じで、えー、今回はそのギターのギャップですねギャップ、えー、のまあ一発でやろうとプラス ちょっとこう、えー、なんだロジカルプリセットの,のおまけのお話でしたということでご覧いただきありがとうございました。